トーマス・クーパー・ゴッチは、イギリスの画家である。高気印象派、ラファエル・ゼンパに属する画家で、19世紀末に、コーンウォールの漁村ニューリンに集まった画家たち、ニューリン派の代表的画家である。ノーサンプトンシャーのケッタリングに生まれた。裕福な企業家の家の出身で、兄に建築家となるジョン・アルフレッド・ゴッチがいる。地元の学校を出て、父親の仕事を手伝った後、 1876年から美術の勉強を始めた。ロンドンのトマス・ヘザリーの美術学校で学んだ後、オランダのアントウェルペン王立芸術学院で学び、1878年からロンドンのスレード美術学校で学んだ。スレード美術学校ではアルフォンス・ルクロに学び、生涯を通じて友人となるヘンリー・スコット・タクと知り合った。また、同じ学生のキャロライン・イエーツと出会い、 1881年に結婚した。結婚後、夫婦でパリに渡り、アカデミー・ジュリアンでジャン・ポール・ローランスに学んだ。パリで娘が生まれた後、オーストラリアに渡り、メルボルンで美術を教えた。イギリスに戻った後、1885年にロイヤル・アカデミー・オブ・アーツの保守制に反して、設立された団体、ニュー・イングリッシュ・アート・クラブの設立メンバーとなった。 設立メンバーには、ジョン・シンガー・サージェント、スタン・ホープ・ホーブスらがいた。1887年に、ウォルター・ラングレーや、サミュエル・ジョン・バーチが作り始めたニューリンの芸術家村に移り、友人のヘンリー・スコット・タクや、ホーブスもニューリンで活動を始めた。ゴッチは、ニューリンの画家たちの作品を保有、展示するニューリン・アートギャラリーや、地元の若者に、工芸技術を教える。 入林工芸教室の設立を助けた。1887年にオーストラリアの芸術家も会員とするロイヤルアングロオーストラリアン・ソサエティ・オブ・アーティストを設立し、1913年から1928年まで会長を務めた。1891年から1892年の春まで妻とフィレンツェに滞在し、ルネサンス芸術の影響を受けて、 独特な象徴的な人物画を描くようになった。ありがとうございます。